ドスコイパルプー。はい、どうも、チャーボクンゲームでございます。今回もね、ウィル2018マイクラブ動画の方やっていきたいと思います。ということで、今回はですね、監督をペケルマンからね、シメオネに変えて、久々にシメオネ使っていきたいと思います。これなぜかというとですね、守備がね、最近ちょっとおろそかになってたんで、意識が。もう一回ちょっと守備のところから改めるためにも、シメオネを使いね、まあ、しっかりとした、まあ、ブロックというかね、それを作りながらも攻撃はきっちり攻めていくと。なので、ペケルマンの時はね、どちらかというともう攻撃のことしか考えてなかったんでね、まあ、すごいドリブルもそれで楽しかったんですけど、もう一回改めてね、ディエゴ・シメオネで守備、お相手もシメオネですね、しかも。はい、メンバーが中盤、ナイン・ゴランとマティッチということで。メッシとロナウドのね、バロンドールコンビが相手フォワードですね。まあ、こちらはこれで大丈夫ですかね。まあ、ルカク先発で使って、ネイマールとサラサイドハーフで、お相手レートが680ぐらい。668なんかですね。お願いします。さあ、お相手のメンバー、酒井宏樹選手いましたね、サイドバックに。なんで、まあ、ネイマール選手とマッチングですね。まあ、フランスのリーグで、マッチングすることあるけど、今回、ウイレでマッチングですね。まあ、なので本当にその監督によって結構ね、守備とか変わると思うんですけど、ペケルマンはね、攻撃めちゃくちゃ攻撃力めっちゃあってよかったんですけど、やっぱ失点もね、ちょくちょくやってたりしたんで、まあもう一回ね、心新たに心新たにシメオネ使ってやっていきたいと思います。お願いします。まあ、シメオネ VS シメオネなんでね、やっぱり両者ともね、あの守備の意識があると。オッケー、これルカクどうする、重心逆、オッケー。まあこれはシンプルにね、何が可能性一番あったかっていうのをやっぱり常に考えていきたいと思います。今のはやっぱ重心逆がベスト。確かにな、やっぱシメオネ、ペケルマンに比べると守備やっぱ硬いね。おお、なんかここは裏かな。とりあえずサラ久々の起用なんでね、うまいなこの辺。 OK、 ネイマール。さあ、シミオネはカウンターですからね、なんて言って。いやー、ライボルカク決めようと思わせてサラ、わーお惜しい。これはマニュアルでパス、マニュアルでパス、マニュアルでパス、マニュアルが結構ね強い。あー、ダメか。あそこら辺ちょっとボールをもう一回持ちたいですね。来たよメッシ、メッシにはスペースを与えないで、もう先にプレスをかける。 OK、 ナイボー。いやー、取れない。これカウンター、カウンターって言っちゃったよ、カウンターのこと。おお、狙ってきたね。多分今のは裏の裏を書いて狙ってきたんでしょうね、多分。こちらがメッシにも当たりに行く前にロナウドの裏ケアを見せつつのみたいなパターンのやつ。いや、面白いで。逆に変えようと思わせてここに入れたい。縦パス入れるとね、相手の守備のところもね、一瞬変わるんだっけ。抜けるか、うわー、読まれてる、読まれてるけど前からプレスかけよう。相手のチームコンセプト、チームコンセプトじゃねえ、コンセプトアレンジがすげえ気になるけど、まあ、ただ1点先制できたのはでかいですね。ナイス、レナード・サンチェスやる、ね、よし、オッケー。うわー、それはめちゃくちゃもったいないやつ。あれね、ちょっとループかあれかで迷ったけど、もうちょっと引きつけた方がよかったね。 OK、 間行こう。浮いてるボールはやっぱループ難しいからね。ちょっとまだこれ前に出てるやろ。よし、決まった、45度ループ、これ入りますからね、今作。まあ、ニアコンループみたいなのもありますけど、まあ、今みたいにね、ノーマル45度ループっていうのも入るんでね、あれは結構強い。
か。おいおい、ちょっと待って、おい、ロナウド覚醒してる、危ない。パパスター勝てる、パパスターエースからね今週。サラ行こう、サラ早い、サラ早いんだよな。サラ行ける、いやー無理、さすがにあれは入ったら、あれ抜けたらやばい。サンチェス欲しいっすね。あぶねえなあれ。この辺ね、もうちょっと落ち着いていきたいとこではある。やっぱループシュート強いね、あのループも強いですけど、45度パターンも素早いパスで攻め上がっていきます。よし、うわルーレット。あそこでルーレットすごいね、うまい。ただここはレナト・サンチェスで切ります。これは繋がりません。今のはねノーマルパスで普通につけるパターンの方が良かったかも。レナト・サンチェスがえぐいっすねマジで。あファールか、さすがにファールだったけど、あのここら辺でやっぱがっつりねボールに行けるっていう選手、ボランチ、まあ、カンテがね今回不調なんですけど、まあ、カンテ2世みたいな。それぐらいウィレ使いやすいですよマジで。おっつシュート、okay、レナト・サンチェス、私の名前はレナト・サンチェス。さあカウンタースピードを上げたいところ、メッシ、ここをかわした、サイドへ、ナイボー、裏ね、ネイマールに渡る、なねー、取れるぞ、マティッチ、ニアゴンからね、ワンツー使ってくる、ニアゴン、あっくそ、おー、うまい、そいつはうまい、ラインドラ、カレーマノラス、カレーマノラス。よしということで前半はとりあえず2対0と、もうちょっとやっぱ落ち着いて攻めていきたいところはあるけど、ルカクのね歌を久々に聞きたいですよね。ルカク、ルカク収めてくれよ。ルカクはねポストプちょっこれね、たまにフリーズバターになっちゃいます。ナイス、ネイマール、ナイス、ネイマールからメッシ、メッシからサイドのスペース、スパキャンで伸ばす、抜けてくる、ここで丁寧にボールを扱う、いやナイボー、これをマニュアルサンチェス。ボンバーヘッドだね、マニュアルボンバーヘッドサンチェスだったけど、素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。レーナとサンチェスって決めたかったな今。セーブを見せました、オフサイドないね、これからメッシ、あれこれネイマールじゃなかったか、メッシ、まだ、おし、なあ。もう限界突破ですねあれ、もうほぼほぼスペースがないという。ロナウド裏かな、これそっちの裏か、見えてるね。ああ止まれ、丸の体の向きは若干ミスってた感じだけど、ここ空いてない、おい、ナイス。ルカクのあそこ空いてるのはでかい。まずいね。そのスルーパスをずらしちゃうと。マーティッチ、要塞マーティッチ。ロナウド動き出してる。抜けた。ここで受けて。オッケー。やっぱドリブルする人の心を読んでいかないとね。ナイボー。あー、これ。ちょ。ちょ、まずい、これマニュアル機ニア、よし、まずい。ナイス、まあ、今のね間合いはニアですね多分、うん、今さっきロナウド、まあ、ポストクロスバー当たりましたけど、あれはニア、間合い的に、おい、マジかよ。やめてくれ、まあ、さあということで、どうしようかな、選手交代しようかな、アザールとダルグリッシュ入れていきましょう、まあ、レジェンドの降臨ということでね。
マザールはメッシのところに出て ST でそのまま起用していきます。両チーム同じタイミングで動いています。あ、読んでる読んでる読んでるよ、これ全力で読んでるよ。アテのボール、ムハンマドサラ、マティッチ怖っ。ダルグリッシュのね、あのボールの持ち方がいいっすね。ファビーニョか、今週 A だっけ、ファビーニョ、ここに入れたいはず。あー、いいとこ入れるな。ロナウド、いいとこ入れますね。ロナウドが入れたわけではないけど、これ重心逆狙ってるね。オッケー、マイボー、マイボー、これはゲットだぜ。つなぎます。もうロナウドでガン読みされてますけど、これ当てちゃう、ここに。あれはまだ甘かったか。エンゾンジ、あ、エンゾンジか、ファビーニョじゃないのか。酒井さん左やってんのか。これ大丈夫、これもうキーパーに返してね。これなんかめちゃくちゃこれコンセプト入ってる、これすっごいプレス早い。ダルグリッシュと行く風に見せかけてね、ネイマール。マジか、ダブルタッチタイミングが若干ずれた。マナロス、何？オッケー、アザール、アザール、オッケー、マニュアルパス、ここで決まる、でかいね。ナイスシュー、ダルグリッシュ決めたね。ダルグリッシュ大体出た試合ほとんど決めてるな。オッケー、ネイマール、ナイスヒール、そしてトラップ、あ、これ読まれた。トラップする、最近よく読まれるな。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。オッケー、アザールの切り替えの速さ、これ裏もあるね、ここの。ただ足元も行かないといけない。危ないよ、焦るな焦るな。オッケー、焦ったらそこでダメですよ。諦めたらそこで試合終了ですよ、的な感じの。焦ったらダメですよ。スパキャン、あれれれれ、まずいよ。ちょっとニアコン入れながらね、ちょっとボールを収めて。オッケー、裏いた、アザール、アザール早い、よいしょー。もう右スライドね、キーパーが三角で出てきたとき右スライド。まあ、あれループのパターンもあるんですけど、あんだけ直進で多分ね、あの AI が出てきてるというよりかどちらかというと三角押しの方なんで、あの場合はもう簡単に横スライドでかわせますね。ゲイ、アザール、ナイス、ダルグリッシュ来た、これライン上がってるから行こう、ネイマール、いやー、もうちょっと近い間合いだったね、今ループ早かった。あれもう一個キーパーがもう一個出てこないと、でもやっぱ真正面のがいいのかなってことは。オブラクか、最後まで待ってましたね、結構やられちゃった、やらっちゃったけど、うまい、うまいけど、ここでサラー、おおすごいね、今なんか矢のように飛んできたよこれはすごい、マティッチ絶対足痛いって。先ほど行ったファウル、しかもマティッチ相手もマティッチだったらね、マティッチ VS マティッチがやばかったけど、はい、ということでね、今回ゼロ4ですか、勝つことができましたね。まあ、この前半の1点目がだいぶでかくて、これで重心逆で決めれたのがでかかったですね。落ち着いてメッシが、もうキーパーが先に向こう飛んでますからね。はい、ありがとうございます。やっぱ裏空いてたらシンプルにやっぱ裏がいいのかな。
さあお別れの時間が、これメッシ、そうだね、これ裏ケアロナウドしてるとここでね、もうすぐさま打たれましたね。これはちょっと逆のあれを突かれたというか、さあネイマールのここら辺は強い、ここら辺はマジで強い、これループですね、まあ、45度ループ、まあ、オブラクでもこの距離感だと止めれないと、まあ、もうちょっと理想は奥に蹴れればね、絶対的に触れれない位置、あれだとワンチャンジャンプでやられてる、あの止められてる可能性もあったんでね、これは惜しい、マニュアルからのね、レナト・サンチェス、オブラク結構たまたま当たった感あるけど、はい、ということでね、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしね、まだチャンネル登録してない方いたら、ぜひ左のボックの顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはね、おすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さん、また会いましょう。ありがとうございました。